どうもゴルジュです。実況してくれっていうね依頼があった。まあちょっとね、あのグレーションね、あのサムネで出てる通りにグレーションの勝率は低いので、まあ一旦ちょっとね反省点もね含めて試合を振り返っていく。まあこの試合もね結構ねひどい勝ち目が多かったんでね、しっかりね自分のプレイングを見て反省をね述べながら、まあ、語りながらね見ていきたいと思っています。でまあ私事なんですけどね、あの最近ねあのポケモンカードにハマってました。まあ子供がねあの子供で最初ポケモンカードを始めたんですよ。ねはポケモンカードをコレクションで集めてて、でまあレアカード出たらやったーみたいな感じだったんだけど、まあそしたらね地元のね友達がまあ自分らも子供から子供が趣味で、今大人もハマってて、まあお前もちょっと趣味やってみないかってことで、ポケモンカードをね、まあ去年の6月ぐらいからかな、ちょっとやり始めて、まあ、最初全然ルールが分からなくてね、ちょっと、まあ、カードゲームって言ったらね、シャドーバースっていう、携帯ゲームをね、よくやってたんだけど、まあそのシャドーバースではね、ダーツとかにもね、よく出場するってことなんですけどね、まあそれ、今カードゲームの基礎はあると。まあカードゲームの基礎はあるからね、まあそれなりにやってくるだろうみたいな感じで、まあポケモンカードに入ってたんだけど、まあまずシステムはね、遊戯王とか、シャドーバースとか、体力じゃなくて、カードのね、サイドをどんどん取って、ワンシステムが斬新で、わー。で、その、カードのね、サイドを、その、取っていく、2枚取りだの、1枚取りだのっていう、そのサイド、レースだの、なんだのっていうの、細かいところもいろいろあって、こんなのを今、子供がやっとるのか。遊戯王を昔やってた時にね、まあ、攻撃力2500、ドカーン、ブルーアイズ、ドカーン、ブラックワイシャンかっこいいみたいな感じのカードゲームの感触だったので、ね、サイド2枚取ったりで、やっていけばやっていくことがね、すごく懐かしくて。で、まあ自分はね、ちょっとこの、去年のね、イーレギュレーションっていう、EFG が、スタンダードの環境から変わったんですけど、その当時ね、一番難しいけど、使い慣れたら一番強いよっていう、ね、パーナイトのデッキをね、使ったんだけど、まあ、勝てなくて、全然勝てなくて、でその地元のね、その4人で集まってくるんですよ。まあ、それをね、地元のバトルとか、地元バトルとか、毎週金曜土曜日ぐらい、集まってね、夜中の11時ぐらいから、明け方の5時ぐらいまで、いい大人がね集まってポケモン関係もねやってたんだけど、まあ勝てなくて、本当に勝てなかった、全然勝てなくて、その集まった時にそのポイントをねかけて戦って、でその、まあ、優勝したら、まあ、総当たりで優勝したら5ポイントで、まあ、それを1年通して戦っていって、その1年の最後にポイントが一番多かった人から順番にね、まあ、来年のどっかで飲み会やって、でまあその1になった人が一番払わなくて済むのに、2になった人がその2割、3割、4割みたいな、まあ、そんな感じでね、まあちょっとやってたんだけど、まあ、ほんと勝てなくて、もう一番ドベチーだったね。本当に始めたて。もう全然勝てなくて。で、やってるうちに、まずやっぱり慣れてきてるからな。で、もう予約取ってきて。で、やっぱ勝ってきてやっぱ面白いじゃん、やっぱ、そういうのと。俺だから、でもやっていくわけ。で、まあそしたらやっぱどっぷりを使ってハマっていっちゃって。で、今やね、カードショップの、ジムバトルの出場なんですけど、それもね、結構優勝しちゃったりとか、したりとかしてね、してるわけですよ。まあでも、知らない人とね、本当にだって、カードゲームをするっていうのはもう本当に、す
ごい感じで、手が震えてたもん。ブロ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 緊張してた。ゲーム下手でごめんなさいみたいな。あ、時間来ちゃったね。はい、お疲れ様です。